先生も友達もみんな健康です。悲しいけど、悲しいけどこの差はどうしようもありません。不幸じゃない、不便なだけだ。東高が好き、先生も好き、ゆうこちゃんも沙織ちゃんもみんな好き、パン屋のおばさんもゆきこ先輩も好き。変わったのは部外者から当事者になれたことだ。重症から何もできないと思っていたことがやればできると思い直したことだ。ありがとうございます。あやのあんな姿見たの久しぶりです。これはご家族の皆様の愛情ですよ。いや、頑張ってますよね。母が私のことをそんな風に思ってくれているとは知らなかった。良くなることはないの。山本先生、すごく辛く苦しかったけど本当のことを教えてくれてありがとう。生きたいのです。動けない、人の役に立つこともできない、でも生きたいのです。胸に手を当ててみる。時々音がする。心臓が動いてる。嬉しいな、私は生きてる。